チャールズ・エイビソンは、バロックから古典派にかけてのイギリスの作曲家で、ニューキャッスルのセント・ジョン教会及び、セント・ニコラス大聖堂のオルガニストも務めた。エイビソンの曲で最も有名な作品は、ドメニコ・スカルラッティのソナタに基づく12の合奏競争曲で、さらに、音楽表現についてのエッセイと題された著作は、イギリスで最初に出版された音楽批評である。 エイビソンの前半生はあまり知られていないが、父リチャードと母は共に音楽家だった。洗礼を受けたのは1709年の2月16日で、場所はセントジョン教会。芸術家のパトロンで、後にグレートブリテン議会のメンバーになるアルフ・ジェニソンとは、早い時期から関係があったようだ。若い頃、ロンドンに行き、フランチェスコ・ジェミニアーニに,について音楽を学んだ。 しかし、エイビソンは故郷にこだわりを持ち続け、1735年10月13日に地元のセントジョン教会のオルガニストになり、その直後、セントニコラス大聖堂のオルガニストにもなった。後年、早々たるところからオファーがあったらしいが、エイビソンは決してニューキャッスルを離れようとしなかった。1737年1月15日、エイビソンは キャサリン・レーノルズと結婚した。ジェーン、エドワード、チャールズの3人の子供を設け、エドワードとチャールズは共に、セント・ニコラス大聖堂のオルガニストになり、またチャールズは賛美歌の本を出版した。1738年7月、エイビソンはニューキャッスル音楽協会の会長に選ばれた。また、ジョン・ガースと一緒にダラムで予約制演奏会を行った。それは、 現在も地元の劇場で続けられている。エイビソンは、ロバート・ブラウニングの著書、パーリー・イングス、With certain people of importance in their day に名前を挙げられた一人である。エイビソンは1770年5月10日に亡くなり、ニューキャッスルのセント・アンドリュー教会に埋葬された。エイビソンは、ジェミニアーニがロンドンで流行らせた、イタリア様式の伝統を守った。特に、 エイビソンの合奏競争曲は昔の作曲家のソナタをジェミニアーニの技法で冠言楽競争曲に編曲している。また、著書、音楽表現についてのエッセイの中でヘンデルのことを当時のイングランドで最も尊敬された人物と批評している。ありがとうございます。